東京ドームです。ベースボールファンの皆さん、こんにちは。巨人の横浜、その試合の模様を選手それぞれのコメントを挟みながらご覧いただきます。今日の解説です。まずお一方目、1988年には年間3本のサヨナラホームランを記録している田尾康さん。そしてもう一人、1984年には3勝6敗29セーブでセーブ王に輝いた牛島和彦さん。お二方、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、これから熱いゲームをお楽しみいただきます。さあ、ジャイアンツの先発ピッチャーからだ。さあ、どんな投球を見せるのか。スライダー、シュート、鋭く切れる横の変化で勝負する正統派、オールマイティな活躍に期待、真田広樹。走攻守全てにおいてハイレベルのプレーを約束する高い身体能力、左右どちらでも長打の打てる球界有数のスイッチヒッター、金城達彦。初球インコースから入りました。ワンストライクです。トップバッター金城。さあ、次はどこへ行った。横へ曲げてきました。バッター慎重に見ています。さあ、次はどうするでしょう。低いボール、これは低い当たり、抜けた、間をきれいに破りました。まずは先頭バッターヒットで出ます。金城、センターへのヒットが出ました。投手においてまだまだ安定感あるプレーを見せるチームリーダー、ミスターベイスターズ石井拓郎。今日のゲームのバッテリーはマウンド上、真田、受けるキャッチャー阿部。初球わずかに外れてボール、ノーワンです。マウンドは先発ピッチャー、これは一塁セーフになります。さあ、バッター石井拓郎、第2球ストレートできました。ギリギリに来てますよね。はい、いきなりヒットのランナーを許し、変化球打ちました。打球は右へ、二塁へ送ります。二塁はフォースアウト、セーフ。一塁はセーフ。打撃改造計画最終年となる今シーズン、浜の安打製造機復活なるか。狙うは三冠王鈴木貴則。ワンアウトになりました。いきなり牽制、タッチして、これは一塁セーフです。バッター鈴木貴則。さあ、第1球変化しました。左へ取った、二塁へ、二塁アウト、一塁はセーフ。とにかく4番には回ってきましたよ。場外弾を連発する規格外のパワーに柔軟なバットコントロールを併せ持つ浜の助っ人砲。今宵は横浜の夜空に何本のアーチを描くのか。タイロン・グッズ。さあ、バッターグッズ、どこから行った。ちょっ、センター返し、きれいに抜けていきました。さあ、ヒットが飛び出した。グッズ、センターへヒットを打ちました。レフトへ、ライトへ、センターへ、全ての方向にアーチをかけるベイスターズ右の長距離砲、村田修一。5番バッター村田、初球です。初球は手を出しません。ボールカウントワンストライク、なおもツーアウトです。さあ、次のボールは、これもスライダー。まあ、インサイドで腰を引かせてね。で、最後は外でしたね。はい、遊び球あるのか。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。これは読みが外れたか。1回の表が終了、ベイスターズ0点で攻撃を終了しました。そしてベイスターズの先発ピッチャーマレン。さあ、そのピッチングはどうか。直球と変化球をバランスよく操る沖縄生まれの助っ人左腕、スコット・マレン。強靭なリストを生かし、右中間に強烈な打球を放てる現役最高の広角打者、二岡智弘。1回の裏、ジャイアンツの攻撃、最初の第1球、まずはストライク。球がコーナーにね、来てますよね。はい、バッターは1番二岡。このボールはどうか。低めを打って、打球はセカンドの前へ、あっと抜けた、抜けていきます。初回いきなりヒットが出ます。ファーストへ、二岡、センターへのヒットが出ました。打球への嗅覚、グラブさばき、スローイング、その全てがメジャー級。華麗なるセカンドベースマン、西俊久。いき
きなりヒットのランナーを許しています。1回の裏、一塁はセーフです。いきなりランナーを背負っています。最初の1球、最初は見ていきます。カウントノーワン。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割4分6厘のアベレージ、そして打点の数34となっています。3球目、インコース高めのストライク、ワンエンドツーになりました。ノーアウトです。これも牽制、これは一塁セーフになります。西、今年で9回目のシーズンとなりました。さあバッティングカウント、どう攻める、打った、低い打球になりました。取りました、これでワンアウト。さあ内島さん、今は何のボールで打ち取りましたか？チェンジアップじゃないですか？へえ、そうですか。ボールを手元まで呼び込み、懐を深く使うバッティング、ジャイアンツ、いや日本のリーダーへと進化する天才、高橋由伸。3番バッター、高橋由伸。高橋由伸、今年で7シーズンとなりました。2投目、低い、1球2球と続けてボールを投げてきました。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。3割2分3厘のアベレージ、そして放った本塁打の数26となっています。変化球を打っていった、打球はレフトへ上がっています。落ちた、落ちた、ワンバウンド。さあヒットになる。今のバッティングについてお聞きしますが、田尾さん、ちょっとねコースが甘かったですよ、チェンジアップがね。はい、ここぞの場面で結果を出せる9回切っての勝負師、ドラマを作れる占領役者、清原和博。清原、今年で19回目のシーズンとなりました。初球振りません、ワンストライク、なおもワンアウトです。2球目です。外のボール、カウント2ストライク、ノーボールです。際どく攻めるのか、あっと、これはいい当たりだ、これは伸びているセンターの打球、豪快な一発です。先制のスリーランホームラン、ファンの前で見事打ちました。満員の東京ドーム、バックスクリーンに吸い込まれました。1回の裏、先制となるホームラン。まずホームランで試合は動き出しました。今ホームインしました、3対0。さあベンチへと向かっていきます。そしてベンチ前、チームメイトの祝福を受けます。3点先制します、早くも先制します。さあもう一回今のシーンです。卓越した選球眼と驚異的なスイングスピードで甘い球を一撃で仕留める最強の助っ人、ロベルト・ペタジーニ。初回からいきなりホームランを打たれています。何から持ってくるか、その初球は低いボール、カウントワンストライク、ノーボールです。3対0、この回勝ち越しに成功、リードを取りました。2球目はどうか、打っていった、ファーストゴロです。取って一塁、これは余裕でアウト。さあ内島さんにお聞きしましょう、今の場面は何のボールで打ち取ったでしょうか？チェンジアップですよね。そうですか。スタンドに向かって伸びる美しい放物線を描く球界屈指のアーティスト、徳保博樹。まずは初球ストレート、さあカウントはワンナシング、3点をすでに与えています。さあ次はどう攻めるか、低めインコース、さあツーナシングとなりました。次のボール注目しましょう、あっと打った、これはファウルグラウンドだ、ファウルです。次が4球目、あっと三振、これで3アウトチェンジ、これは入っていました。1回の表裏終了、しかしジャイアンツ3対0、先制しました。さあベイスターズ、この後6番から始まります。天性の打撃センスが花開き、昨シーズンは自己最高の成績をマーク、浜のハードパンチャー田村仁。昨シーズンの成績出ていましたが、2割9分3厘のアベレージ、そしてホームランの数18となっています。最初は内から入りました。いやー内島さん、今日のピッチングはどうでしょう？スライダーいいんじゃないですかね。決まった、外いっぱい、ボールカウント2ストライク、ツーナスミからの第3球、三球三振、外のボール見送って三振です。ボールの飛距離とスイングスピードはチームナンバーワン、ベイスターズの誇る左の長距離砲、古木達明。今日最初のバッターボックスに入っています。
さあ初球、初球は変化球から入りました。カウントワンストライクノーボールです。ワンアウトランナーはありません。次の2投目ストライクになります。さあバッター追い込まれています。キャッチャーのサインが、変化球打ちました。取った、一塁に送ります。アウト、守備で見せます。ナイスプレーでしたよね。はい、フルショートゴロに終わっています。さあ今のシーンです。ベテランの巧みなリードで投手陣を引っ張る、パンチ力のある打撃は未だ健在、中村健。2アウトになりました。1投目はどうでしょう。最初はインコースから来ました。ギリギリに来てますよね。はい、早くも2アウトにしています。さあ次はどう攻めるか。ストレートを外れました。ワイエンドワン、今日最初のバッターボックスです。さあ次の3球目、今度は変化球、これで追い込みました。さあ第4球、低めのボール球を打っていった、これはショートになります。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。さあジャイアンツ、次の攻撃は下位打線からとなります。オリジナルグリーティングカードをプレゼントしています。東京ドームの巨人戦にはぜひご家族揃ってご来場ください。通算本塁打助っ人最多の288本、伊手前打線の中核を担った男、マフィーローズ。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割7分6厘の阿部、真ん中打ちました、上がりません、ファールになりました。どうですか辻間さん、1回のピッチングを見てどうでしょうか。いや良くないです。引っ掛けた感じになりました。さあ頭上を越えるか、抑えた、ファースト取って、これはアウトです。どうピッチャーゴロに終わりました。チャンスに熱風強い打撃と強肩でチームを支えるジャイアンツ守備の要、さよなら男、阿部慎之助。昨シーズンの成績出ていましたが、3割飛んで3人の阿部、そして放った本塁打の数15となっています。3対0ジャイアンツがリードしています。第2球大きく外れました。ワイエンドワンです。阿部4回目のシーズンを迎えています。さあ3球目はどうか。変化球、打球はショートへ、取った、ファーストへ、これは一塁アウト。阿部ショートゴロに終わりました。ピッチャーに回ります。さらばこのゲーム最初のバッターボックスになります。バッター2人を打ち取っています。さあ最初はストレート持ってきました。ストライク狙ってきたんでしょうか。ツーアウトランナーはありません。さあ2球目はこのストレートは外れました。カウントノーツー、すでに3点を失っています。さあ3球目、今度も速いボールできました。スリーボールになりました。今日最初のバッターボックスに入っています。ボール3つになったか。ザモト、ここはストライクが来ました。バッターのピッチャー田中、さあ何を見せるか。外を、これはピッチャーか。今のは変化球を引っ掛けましたよ。取って、これで3アウト。2回の裏を終了。ジャイアンツ得点はなりませんでした。さて試合は3点差のまま3回に進めていきます。3回の表ベイスターズの攻撃、先頭のバッターマレン、右のボックスに入りました。3回の表ベイスターズの攻撃、初球です。初球見送っていきます。牛島さんにお聞きしますが、ピッチングをご覧になっていかがですか。今のスライダーもいいと思いますけどね。どう攻めるのか。変化球打った、左への打球になりました。取りました、ファーストへ送ります。一塁、これはアウト。マレショートゴロに終わっています。これで打者一巡となります。近所バッターボックスに入っています。さあバッター近所、さあ初球です。まずは変化球。さあカウントはワンナシング。さあワンアウトです。この球はどうでしょう。ストライクです。さあツーナシングとなりました。遊び球はあるのか。変
きました。これは低い当たり、センターの前、ワンバウンドしました。さあ塁に出ます。高尾さん、今のバッティングは？いや、シュートですけどね、難しい球ですよ。そうですね、一つ前の打席ファーストゴロに終わっています。まずは初球見送りました。バッテリー1球外してきました。この回ヒットを打たれています。さあ2球目は低めのボール打って、これはセカンド2塁へ送ります。2塁アウト、セーフ。1塁はセーフ、ダブルプレイ逃れた。ここはね、併殺で終わらせたかった場面ですよね。ジャイアンツファンでいっぱいの東京ドームから実況生中継でお送りしています。ツーアウトランナー1塁です。初球は変化球から入りました。ボールカウント1ストライク。今日は3回途中までを投げて許したヒットが3本、この回そのうちの1本がありました。外、外れてボール、カウント1エンド1。これが2回目のバッターボックス。さあ3球目、高めのボール打った、低い当たりになった、取ってスリーアウトチェンジ。3回の表が終了、ベイスターズ得点はありませんでした。さあジャイアンツ、この後1番から始まります。可愛らしいハグハグジャビット人形をプレゼントいたしました。ご観戦の記念にお持ち帰りください。3回の裏、ジャイアンツの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。2億右のバッターボックスに向かっています。最初は高め、ワンナッシングです。先ほどの最初の打席、センターへのシングルヒットを記録しています。さあ第2球、これは大きな当たりだ、高々と上がった、打ち上げてセンターへの打球、近所追っていきます、取った。あ、場内がため息に包まれました。そして次の2番西、バッターボックスに向かおうとしています。どこから攻めるか、初球ストライク、カウント1ストライク、ノーボールです。バッター西、第2球、胸元へ決めてきました。2ストライク、追い込んでいます。さあ3球目はどう攻める、ストレート打ちました、ピッチャーです。1塁、これはアウトになります。西、ピッチャーゴロに倒れました。そしてクリーンナップへと続きます。高橋由伸、バッターボックスです。順調に2アウトにしています。最初の第1球、まずは外から来ました、ワンストライク、ノーボール。この前の打席、レフトへのシングルヒットを記録しています。次の2投目、緩いボールできました、ツーナッシングです。ツーナッシングからの第3球、ストレート、高いボールに手を出してしまいました。さあ4球目、痛烈な当たり、低い打球になりました、ワンバウンドヒットになりました。さあ2アウトからランナーが出る、高橋由伸、ライトへのヒットが出ました。高橋由伸、この試合2本目のヒットが出ました。この前の第1打席、一塁はセーフです。この3回途中までを投げて許したヒットが4本、この回1本打たれています。打って振りました、3アウトチェンジ。3回の裏を終了、ジャイアンツ無得点で攻撃を終了しました。さあベイスターズ、この後4番バッターからということになります。4回の表、ベイスターズの攻撃、4番からの打順になります。ウッズ、バッターボックスに入っています。1投目はどうでしょう、初球から際どいコース、この球はボールになります。4番バッター、ウッズ、このボールは、これはスライダー、ワンエンドワンです。4回の表、ベイスターズの攻撃。さあ次の3球目、低めのボール打った、右への打球です。これはワンバウンドしています。このままキャンバスを踏んでアウトになります。そして次の5番村田、バッターボックスです。さあバッター村田、まず初球、まずはボールから入りました。さあ牛島さんにお聞きしましょう、今日のピッチングを見てどうですか。今のストレートもいいと思いますけどね、ここも抑えて2アウトにしたい。さあ第2球、これはストライク、ワンストライクワンボール。今日の奪三振の数は2となっています。さあ3球目、変化球、セカンドへの打球、取って一塁へ送ります。一塁、これは悠々アウトです。そして次の6番タム、バッターボックスに向かいます。バッター2人を打ち取っています。第1球です。まずは初球ストライク、ワンナッシングです。先ほどの最初の打席、見逃しの三振に終わっています。どこに構えるか、外の球、これは入っていました。カウント2ストライク、ノーボールです。さ
さあどういう一球で遊ぶんでしょうか。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ、今度も三振、2打席連続の三振に終わりました。4回の表が終了、ベイスターズ3人で攻撃を終了しています。さあジャイアンツ次の攻撃は5番からということになります。4回の裏ジャイアンツの攻撃対します。この回の先頭ペタジー、左のバッターボックスに入ります。最初の球は最初は見ていきます、ワンストライクノーボール。さあバッターペタジーに2球目はどう攻める。次はストレートできました、ボールカウント2ストライク。どんなボールを持ってくるか。三球三振見逃した。最後はバットを出しませんでした。そしてバッターは6番小久保、右のバッターボックスに入っています。まずはワンアウトを取っています。最初のボールはまずはストライク、ワンナッシングです。2回目の打席はどうでしょうか。次の2投目ここは見ます、外へ2球持っていきました。奪った三振の数が2となっています。3球目はどうする。ここは変化球、さあバッター追い込まれています。さあ4投目、これも三振、2者連続、この打席も三振に抑えました。次のバッターが入ります、どう左のバッターボックスに入りました。ここまで3点を与えています。どこに入れてくるか。まずは変化球から入りました、ワンストライクノーボール。先頭バッターは三振、その後三振を取っています。第2球いきました、これは低い打球、ファウルです、ファウルになります。ピッチャー有利になったが三振、全部三振、スリーアウトチェンジ。最後三振を取ったのは変化球でした。さあベイスターズ3点を追いかけます。5回の表ベイスターズの攻撃、そしてこの回の先頭フルーツ、先頭バッターとしてつないでいけるでしょうか。さあ初球まず変化球を見せてきました、ワンストライクです。今日の4回までのピッチング、打たれたヒットが3、無失点に抑えています。まっすぐ持ってきました、ワンエンドワンになりました。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ3球目はどうか、これはストレート、ワンストライクツーボール。さあバッターフルーツ、バッティングカウントになった、低めインコース、際どいですね。はい、さあ5球目、決まった、三振、変化球で三振に切って取りました。そして次の8番中村、バッターボックスに向かいます。連続三振を奪っています。どこから狙うか、まずはまっすぐから入りました。さあカウントはワンナッシング、バッター中村。さあ次はどう攻めるか、変化球決まってツーナッシングです、ツーストライク。さあ1球様子を見るのか、三者連続三振、これはバッター見送りました。そしてピッチャーバレン、バッターボックスに入っています。今日奪った三振の数は5となっています。1投目低め打ちました、低い打球になりました、取ってこれで3アウト。5回の表が終了、ベイスターズ0点で攻撃を終了しました。さあジャイアンツこの後8番から始まります。5回の裏ジャイアンツの攻撃、その裏の攻撃のトップバッター阿部、バッターボックスに向かおうとしています。1投目はどうでしょう、その初球カーブから入りました。ここは1球外します、先ほどの1打席目ショートゴロに終わっています。2球目今度もカーブ、抵抗カウント1エンド1、この試合の奪三振の数が4となっています。次が3球目カーブを持ってきました、さあ2ストライク追い込みました。さあ第4球当てただけ、左方向へ、サード後ろに下がります、取りました、ワンアウトになっています。阿部
サードフライに終わりました。ちょっと変化球キレがありません。ちょっと体力心配ですよね。はい、ピッチャーに回ります。真田、右のバッターボックスに向かっていきます。これが2回目の打席、1投目。まずは初球見送りました。ワンストライクノーボール。点差変わらず3点差、ジャイアンツがリードしています。第2球はどういく。またインコースに来ました。ボールカウント2ストライク。次のボール注目しましょう。ストレート打ちました。これはショート、ショート取った。一塁に送ります。一塁、これは余裕があります。アウトです。打順がトップに戻ってきます。ニオ、右のバッターボックスに入りました。さあバッター、ニオ、第1球。最初は外に持ってきました。さあワンボール。前の打席は大きな当たり、センターフライに終わっています。2投目は緩いボール、決まりました。球がコーナーにね、来てますよね。はい、今日は5回途中までを投げて打たれたヒットが4、失点は3となっています。インコースストライク、変化球で2ストライク目を取りました。さあ次の4球目は、あっとスローアウト三振、フリーアウトチェンジ、ど真ん中で空振りの三振を奪いました。ゲームは5回まで終了しています。ジャイアンツ得点はありませんでした。さて試合は3点差のまま6回に入っていきます。6回の表、ベイスターズの攻撃。この回はトップからの打順ということになります。近所、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。初球外してきました。カウントノーワン。ここまでは好投を見せています。次の第2球、これは入りません。ノーツーです。この試合許したヒットの数が3となっています。さあ3球目は内へ、ノースリー、ノーストライク、スリーボール。さあ3回目のバッターボックス。さあ4投目、ストレートのファーボール。いきなりファーボールでランナーを出しました。そして打順が変わります。石井拓郎、バッターボックスに入りました。2番バッター、石井拓郎、一塁、これはセーフ。ノーアウトでランナーを出しています。どこから行った、あっと高めのボール球、セカンドが取ります。二塁フォースアウト、一塁もアウト。463のダブルプレー。そしてバッターは3番鈴木孝之、バッターボックスに向かいます。これが3回目のバッターボックス。1投目はどうでしょう。ストレートを打ってセカンド取った、ファーストへ。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。6回の表までゲームは終了しています。ベイスターズ無得点で攻撃を終了しました。さあジャイアンツ、この後2番から始まります。6回の裏、ジャイアンツの攻撃、2番からの打順になります。西、バッターボックスに入ります。どこから狙うか、まず最初のボールを決めていきました。さあカウントはワンナッシング。完全に立ち直りを見せています。もう立ち直ったでしょうね。はい、2球目はどうか。ストレート打ちました。右への打球になりました。今のはラインの外、ファウルです。さあ決め球を見せるか。この球は外れています。バッテリー1球外してきました。次の4球目、低め打って、これは低い打球、ワンバウンド、ワンバウンドした。ノーアウトからランナーを出しています。さあタオさん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。チェンジアップでしたけどね、しっかり打ちましたよ。はい、そうですね。まずは牽制、これは一塁セーフになります。今日打たれたヒットの数は5となっています。さあ1球目、まずは初球ストレート、この球は入りません。ここまで3点を失っています。外のボール打って村田、石井拓郎、ルッキー、ダブルプレイ。ノーアウトランナー一塁の場面、ツーアウトランナーなしと変わりました。そして次の4番、清原、ミニバッターボックスに入ります。1投目、大きな打球になった、いったか、これはいったぞ、入った、ノークラシーホームランです。ホームラン、初球を狙っていった、変化球バットに乗せた打球はボールギリギリに吸い込まれていきました。6回の裏、両チーム2本目のホームランが飛び出しました。ホームランでの追加点、優位になっているか。ベンチへ向かいます。さあもう1回今のシーンです。ベイスター、今日最初のピッチャー交代です。デニー、ちょっと打たれましたからね。2アウトを取ったところでマウンドへ上がります。
さあどんなピッチングを見せるのか。投手を前面に押し出し心で投げるベテラン右腕、気合方向デニー。さあ3回目の打席、さあ第1球、最初はストライク、ボールカウント1ストライク。この回一発を許しています。次の2投目、外、これはボール、これも外目に行きました。放送席山口さん、はい、一塁側です。はいどうぞ。今のホームランについて話を聞いてきました。打ったのは緩いと、ホームランはやっぱり単純に嬉しいということです。はい、ありがとうございました。変化球できました。平行カウント2エンド2。次が5球目、打って打球は左へ、取ってスリーアウトチェンジ。ゲームは中盤6回を終了。しかしジャイアンツ1点を追加、4対0リードを広げています。さて試合は4点差となってラッキーセブンに入っていきます。ジャイアンツ選手の交代をお知らせいたします。4番ファーストの清原に代わりまして、さあジャイアンツ守備の変更がありました。それぞれが守備位置についています。7回の表ベイスターズの攻撃、この回は4番から始まります。ウッズバッターボックスに向かいます。初球膝元インコースに来ました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。今日の6回までのピッチング、許したヒットが3本、与えた得点はありません。打ちに決まりました。2ストライクです。レフトに入ります。8番キャッチャーの阿部、様子を見ていった。空振りの3球三振、遊び球はありませんでした。次のバッターです。村田バッターボックスに向かっていきます。この試合フォアボールの数が1となっています。第1球です。最初はスライダーできました。ちょっとこれは厳しいですね。はい、奪った三振の数が6となっています。どう攻めるのか。綺麗に決まった。変化球を続けました。さあ次のサイン、変化球打った、ファーストへの打球、一塁はアウトになります。村田ファーストゴロに終わりました。そして次の6番菅野、右のバッターボックスに向かっていきます。2アウトになっています。初球です。まずはストライクを取りました。さあカウントはワンナッシング。最初のバッターは三振、その後は内野ゴロに終わらせました。第2球はどういく。またスライダー、変化球を自由自在に操ります。キャッチャーの要求は、あっと三振、スリーアウトチェンジ。このバッターは完全に封じてますね。はい、今度はさあジャイアンツ、この後6番から始まります。ジャイアンツファンの皆様、お客様ご声援ください。7回の裏、ジャイアンツの攻撃、ジャイアンツの先頭バッター国母、右のバッターボックスに入っています。初球は、初球スライダーで入りました。カウント1ストライク、ノーボールです。この前の2打席目、今日2打席連続となる三振に終わっています。2球目はどう攻めた。あっと今度は外、ワンエンドワンになりました。7回の裏、ジャイアンツの攻撃。さあ3投目、外の次は内に持ってきました。針の穴を通すコントロールです。さあ次の4球目は、まっすぐできました。カウント2エンド2。さあ何を見せるか。あっと空振り三振、最後は空振りに仕留めました。広い守備範囲を誇る外野守備が魅力のベテラン、慣れ親しんだドームでセリーグで大暴れだ、井出達也。点差変わらず4点差、ジャイアンツがリードしています。さあ初球はどうでしょう。初球変化球は空振りです。本当にこう厳しいコースですよね。はい、ワンアウトランナーなし。このボールは中へのストライク、あっという間に2ストライクです。さあバッターはどうする。あっといい当たり、センターへ上がった、取りました。これで2アウト、2でセンターへの飛球に終わりました。粘り強い打撃と巧みな逃げ打ちは天性の打撃センスあってこそ、チームに欠かせない癖者、本木大輔。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、
2割2分4厘の阿部。その初球は外のボール。さあカウントはワンナシング。8番バッター元木。次の2球目打っていった。これは低い当たり、取りました。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。7回の表裏を終了。ジャイアンツ無得点に終わっています。さあベイスターズ、この後下位打線から始まります。ジャイアンツ2番手ピッチャーを送ります。三沢、4点リードの場面で登板となりました。さあどうでしょうか。コーナーの四隅にボールを投げ上げる正確なコントロールと恐れを知らないバウンド度胸。帰ってきたぞ三沢光一。8回の表ベイスターズの攻撃。この回は7番から始まります。フルバッターボックスに入っています。初球ストレートできました。ボールカウントノーワン。8回の表ベイスターズの攻撃。さあ次のボールは決めてきました。ちょっとさっきのインサイドでね、腰が引いてしまいましたよね。はい、これが3回目のバッターボックス。さあ3球目はこれはストライク、シュートで追い込んでいます。さあ4球目高めのボール打ちました。上がりました。どうだ、落ちるか。これは取れない。ワンバウンドヒット。ノーアウトからランナーを出します。さあ今のバッティングなんですが、赤尾さん、今のはねスライダーを打ち返しましたね。そうですね、いきなりランナー一塁としています。さあ初球です。ここは見ていきます。ワンストライクノーボール。ノーアウトランナー一塁です。さあ第2球ストレートを外れました。ワンストライクワンボール、ノーアウトです。さあ第3球、これはいいボール、際どいですね。はい、次が4球目ストレートを打って右への打球です。ラインギリギリ、これはファウルボール。さあカウント2エンド1。あっと強い当たり、あっと破った、綺麗に破りました。ここでヒットが出ました。中村、センターへの打球はヒットになりました。ベイスターズ今日打ったヒットの数を落としています。ちょっとバッター変えますね。点の欲しいこの場面、ベイスターズここはこの人に任せます。代打です。勝負強いバッティングでチームを引っ張るベイスターズのムードメーカー佐伯貴博。どこに入れてくるか。初球を投げてストライク、カウント1ストライクノーボールです。この回ヒットを2本打たれています。次のボールは低いボール、センターに上がった。セカンドランナー一気にホームを狙う、ヒットになった。セカンドランナー今ホームインした。4対1、センターへのタイムリーヒット、1点を返します。追い上げます。ここは試合の流れを決める大事な場面、金城そのバッターボックスとなります。すでに1点をこの回与えています。どこに出てくるんでしょうか。まずは初球ストレート、わずかに入りません。すでに1点を許しています。このボールはどうか。変化球入りました。ボールカウント1エンド1。今日ここまでは2打数2安打。3球目、あっと今度はインコース、カウント2エンド1。さあ4球目行きました。これはレフト上がった。セカンドランナー3塁を回った。ヒットになる。タッチアウト、本塁アウト、これでワンアウトです。そしてバッターは2番石井拓郎。ランナーを返したいこのバッターボックスになります。バッター石井拓郎、最初のボールはまずはシュートから入りました。コーナーにね決まってますよ。はい、今日はここまで3打数ノーヒット。送ります。村田すでにボールの下に入っている、取りました。ツーアウトになっています。さあ打順が移っていきます。鈴木孝之、さあランナーをホームへと迎え入れてくるんでしょうか。今日はヒットがまだありません。初球はどうでしょうか。初球振りません。ワンストライクです。さあバッター鈴木孝之、どう攻めるのか。
これはスライダーで決めました。カウント2ストライクノーボールです。この3球目はどうか。打った、打球は左、これはスタンドに入ってファウルボール。次が4球目、変化しました。打球はセンターに上がっている。あっと弾いた、弾きました。セカンドランナーは一気にホームへ。ここでヒットが出た。さあセカンドランナーがホームインしました。4対2、センターへのタイムリー、1点返します。徐々に追い上げます。ちょっと球速落ちてきたか。まあ次に打順が来るっていう部分でね、変えづらいんじゃないでしょうかね。はい、そしてホームランを期待できるバッターの登場となります。ルッツ、さあバッターボックスです。これが4回目の打席。さあ初球ボール、カウントノーワン。この回だけで20球を超えています。2投目、さあこの打球は低い当たりになった。ライトへどうだ、取って、これで3アウト。ゲームは8回の表を終了。しかしベイスターズ2点を返しています。4対2、2点差と変わっています。さあジャイアンツ、この後の攻撃はピッチャーから始まります。ベイスターズここで3番手ピッチャーを出します。木塚、2点をリードされての登板となります。さあどんなピッチングを見せるのか。サイドから繰り出す浮き上がってくるストレートと飛躍のピッチングでピンチの芽を摘み取る、頼れる浜のセットアッパー、木塚敦。代打出しましたよ。さあホームランの欲しい場面、ジャイアンツこちらもバッターを変えてきました。投手を前面に押し出すプレーが魅力のガッツマン、ジャイアンツ左の代打の切り札後藤浩二。代打のバッター後藤、何から持ってくるか。外から攻めていきます。ワンストライク。8回の裏、ジャイアンツの攻撃、次のボールは外のボール、打ちました。これはセカンドの上、取ってワンアウト。後藤セカンドフライに終わりました。そして打順がトップに返っていきます。2億バッターボックスに入りました。今日4度目のバッターボックス。どこから行く、高めのボール打った、あこれはファウルグラウンドです。ファウルになりました。前の打席なんですが、スイングアウトの三振に倒れています。次の第2球、あっと打ちました。これはファースト、取って一塁、これは悠々アウトです。2億ファーストゴロに終わっています。次のバッターに変わります。西バッターボックスに入ります。最初のバッターは内野フライ、その後は内野ゴロに打ち取りました。変化球打ちました、これはサードになります。一塁アウトで3アウトチェンジになります。8回までゲーム終了、ジャイアンツ得点はなりませんでした。さあベイスターズ2点を追いかけます。可愛らしいハグハグジャビット人形をプレゼントいたしました。ご観戦の記念にお持ち帰りください。ジャイアンツ3番手ピッチャーをマウンドに上げます。久保、この2点差の場面でのマウンドになります。さあ最終回、どんなピッチングを見せるのか。打者の内角を鋭く突く強気のピッチングを支える強いハートこそが最高の武器、度胸満点久保優也。9回の表ベイスターズの攻撃、5番からの打順になります。村田バッターボックスに入っています。変化球、左への打球になりました。サードが抑えます。一塁に送ります。一塁、これはアウトです。村田サードゴロに終わっています。次のバッターはどうでしょうか。タム、バッターボックスに入りました。これが4回目の打席、最初の第1球。最初は変化球できました。ワンナッシングです。この回は先頭バッターを打ち取っています。さあ次はどこへ行くか。あっといい当たり、あっと抜けた、きれいに破ります。ここでランナーが出ます。カオさん、今のバッティングはもうヒットになっても仕方ないっていう真ん中のカーブですよね。はい、この場面での一発は果たしてあるんでしょうか。フルーキ、その注目のバッターボックスです。まずは初球見送りました。これは外れました。今日のバッティング3打数1安打。2球目、しかしこれは決まりません。ノーツー、ヒットでランナーを出しています。さあ第3球、外角低めのストライク。本当にこう厳しいコースですよね。はい、今日4度目のバッターボックス。ファーストランナースタート。さあヒットエンドラン、左へ行った、ファーストへ、試合終了。このゲーム4対2、ジャイアンツの勝利となりました。投手リレーで逃げ切りました。
さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。巨人対横浜ご覧いただきました。この放送の解説は田尾康さん、そして牛島和彦さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。